はい、皆さんこんにちは。建築の大学教授で不動産投資家の三河です。今回の三河建築家は卒業設計用紙の書き方 A4 2枚にまとめるという話をしたいと思います。用紙というのは最も訴えたいことをまとめること、まあまとめですね、一言で言うとまとめになります。で、どうやってまとめるかというお話をしたいと思いますので、まあうちの学生向けにお話しするんですけども、他の学生さんの参考にもなるかなと思います。まあ、前回はパワポをどのように整理するかで、このようにまずタイトルとどこに何を先に持ってきて、コンセプトを持ってきて、でここに設計の内容を入れると、で2枚か3枚で最後にまとめということですね。でそれをそのまんまですね、 A4 2枚にすればいいということですね。 A4 2枚にこれをそのまままとめるということです。でまあタイトルの部分と、まあタイトルの名前と一番最後、まあ、指導教官とかそういう誰々教授とかそういうのを入れるところがあって、でここ2段に、まあうちの場合2段に組んであって、でワードの2段ですね。でそこにあの地図とかコンセプト図とか、図とかパースをはめ込んでいくということです。でこれもこの A4 2枚も、これと一緒ですね。でまずタイトルがありますね。これタイトルがここにあって、でどこに何を最初に書くと、でもっといいのはこれフェアファットですけど、ファイなぜここにこれを作るのかというのもちょっと、前振りとして入れるといいかなと思います。でこの土地はこれこれこういう理由でこういうものが不足しているとか、こういう人口構成でこういうものが不足しているとか、こういうものを入れるともっと良くなると考えましたという前振りがあると、もっと、まあ、いきなりこの説明に入るよりもいいかなと。前振りを入れてどこに何を入れて、その地図を入れると。地図もですね、誰でも知ってる渋谷とか、原宿とかそういうとこはそのままの地図でいいと思うんですけども、どっか遠い、都心から遠いなんか田舎の、まあ、地元民しか知らないようなとこは大きい地図を入れて、小さい地図を入れてっていう、拡大の地図を入れてっていう2段階にした方が親切かなと思います。まあ紙面にもよりますけども。でその後コンセプトですね。コンセプトとそのコンセプト図を書くと、どういうことをやろうとしたかというのを分かりやすく書くと、こういう提案するというのを分かりやすく書くと。で次の2ページ目に、まあ、見開きで、右側にですね設計の内容を書いて、でここに設計の内容を書くと、まあ、2段にしてもいいし、まあ、1段で、入れると。で、文字は最小限にして、で図面をなるべく入れるんですが、図面も全ては入れられないと、当たり前ですけど A41枚なので全て入れられないので、平面図、立面図、断面図とか、まあ、寄りすぐって入れるということですね。で、パースは1枚、模型写かパースは1枚入れた方がいいんですけども、まあ、特に写真の場合ですね、真っ黒になっコピーする場合は真っ黒になっちゃいますので、まあ、印刷でそのまま渡す場合はいいんですけども、大量に100枚とかコピーする場合は真っ黒、印刷機で入れる場合は真っ黒になりますので、まあ、3D で薄めに出した方がいいかなとは思います。で、まあ、面積表もできたらあるといいかなと思いますけども。で最後に簡単なまとめが、このまとめがあってもいいと、まあ、これはこっちにも入ってるので、まあ、なくてもいいかなと思います。でこのようにですね、パワポの、このスライドをそのままここに当てはめていけば、割と簡単に用紙が作れます。まとめですね。でそれをパワポイントを見てる先生方とか学生さんたちに配って、で一緒に見てもらうということですね。そうすると分かりやすい発表ができると思います。今回は以上です。ためになったと思われる方、いいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではさよなら。